こんにちは、サラでーす。今回はなんとコラボレーションでございます。イエーイ。今回は私ね、ここだけ今メイクをしてない状態なんですけど、あのクマがね凄めなんですよ昔から。今回はこちらの目元ふっくらクリームとエクセルの新発売コスメサイレントカバーコンシーラーをレビューしていきたいと思います。で、最初はこの目元ふっくらクリームを紹介していきたいんですけど、なんとこちらいただく前から自腹で買って使っております。で、毎日メイクでもこれ紹介したんですけど、毎日使ってます。で、私の肌質的にT ゾーンが油田で C ゾーンがサハラ砂漠なんですけど、やっぱりアイクリームを夜も昼も塗りたいわけよ。で、これをたまたまドラッグストアで見つけていいじゃんと思って使ってる。目元の悩みに着目し、魅力的な目元に導く成分を厳選して配合した目元用クリームです。ビタミン E 誘導体がお肌に浸透して生き生きした目元に導き、豆乳発酵液が潤いと弾力感を与え、ふっくらとした目元に仕上げます。で、反射パウダーが入ってて、そのパウダーがナチュラルにクマをカバーしてくれます。これ1本で乾燥ケア、クマ、くすみカバー、肌荒れ予防が可能という超画期的な商品なんです。で、しかも安いっていうね。テクスチャーなんですけど、こんな感じでちょっと固めの白っぽいクリームになってます。香りはね、ほぼないです。こっち側だけ塗っていきます。私本当にこの目の乾燥だけがひどくてですね、塗るのと塗らないのでは目元のオアシスぐらいが全然変わってきます。で、私はいつもこれを塗った後に普通にコンシーラーとかクッションファンデーションを重ねて使ってます。はい、こんな感じで両方とも塗って、今度はサイレントカバーコンシーラーを使っていきます。3色に分かれていて、まあ、単体でも使えるし、混ぜて自分好みのカラーにして使ったりできます。ブラシがねめちゃくちゃ優秀で、この平たい方のブラシはクマを全体的にカバーして、ピンポイントの方もすごくねニキビとか隠しやすくてめっちゃいい。3色のスキンカラーであらゆる肌色、肌悩みに対応し、トラブルの見えない均一な美肌を作るクリームタイプのパレットコンシーラーです。単色でも3つのカラーを混ぜても使用可能。自分にぴったりの色を作ることができます。コンシーラーはヨレに悩まれる方も多いアイテムですが、ヨレにくさにこだわった固めのテクスチャーで超高密着を実現。時間が経っても小じわなどにたまりにくく、動きの激しい目元、口元でも長時間ヨレずにキープします。はい、テクスチャーなんですけどめっちゃくちゃ固めです。で、硬いんだけどなんか薄付きで滑らかな感じっていう不思議な塗り心地。はい、それでは塗っていきます。この一番下のカラーをブラシに取って塗ります。完成です。さっきの目元用クリームのおかげか、私いつも指で超広範囲でコンシーラー塗ってるんですけど、かなり少ない量でカバーできます。で、コンシーラーって塗れば塗るほど割れてよれたりとかするんですけど、さっきの目元ふっくらクリームで若干肌トーンを上げてるプラス固めのコンシーラーをブラシでつけることによって、最低限のものしか肌の上にのせてないのでかなりよれにくい。隠そうと思っていっぱい塗るよりも、こういう目元のクリームで保湿してあげて、ブラシでね固めのコンシーラーをのせていくといいと思う。ほら、めっちゃ綺麗じゃん。で、この一番上の暗めのカラーなんですけど、鼻の下の赤みがすごいのと、あと鼻の下に毎回シェーディングを入れてるんですよ。この暗めのコンシーラーを鼻の下に塗れば一石二鳥で、こういうなんかシミっぽいやつも細めのブラシを使えば簡単にねカバーできます。目の下が青くなってる青クマの方はこの真ん中のオレンジを使うと綺麗にカバーできます。しっとり系の下地でも結構
手に負えないぐらい乾燥しちゃうっていう人とか、あと目元のくすみとかクマに悩んでる方はぜひねこちらをチェックしてみてください。ということでサラでした。 Twitter と Insta とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。